ハニア、ハニア、ホニア、ギリシャ語、アルファーニューヨータ、ハニア、または、ゴニア、ベネツィア方言、カニア、オスマン語、ハニアは、ギリシャの都市。クレタ島で2番目に大きく、ハニア県の県と、島北岸にあり、レシムノのおよそ西7 0トル、ヘラクリオンの西約1 4 5キロメートルにある。日本では、カニアとも表示される。 基礎自治体ハニアの公式な人口は55,838人だが、周辺の人口を含めた都市圏で7万人の人口を抱える。人口密度は4,248.1平方キロメートルで、アテネ・テッサロニキの各都市圏外では最も人口密度がい。ハニア市は、ハニア湾の東端にある。この湾は、 東のアクロティビ半島と西のスパテ半島の間にある広いものである。カステリキューは市の中にある突出,出した光景で、かつて古代都市シドニアの中心部があったところである。丘は小さなハニア平野の目立った部分を占め、郊外のプロフィティスイリアス、アギオスマッテオス、コノピディアナ、バムバコプロムラなどとの境界となっている。ハニアは典型的な地中海性気候で、 日照数の多い夏と雨季にあたる温暖な冬がある。4月から10月の時期、快晴がほぼ毎日続く。空気は常に暖かいが、猛烈な熱波、気温摂三38度以上は珍しく、優勢で冷たく乾いたエテジア風が北から直接吹き込み、快適な状態となる。晴天日が休止するのはしばしば風が吹きうがちとなる冬である。雪と霜は、 海岸では稀であり、例外であるが、2004年2月13日の吹雪で10センチメートルから30センチメートルの雪が都市圏に積もったこともある。しかし、そのような低温の日の後には、さらに暖かく晴れた天気が続い合ってくる。3月か4月に起こるめったにない初期の熱波は、サハラ砂漠のゴミが強く熱い南向きの加工する風に乗ってやってくるもので、白っコの一種である。 ギリシャ人は、リビアからの風という意味のリバスという言葉で呼ぶ。このような気象は年に2回ほどしか起こらず、状態は1日か2日以上続かない。さきのグラフは1958年から1997年の記録を元にしたものである。今までに記録された最高気温は、摂氏42.5度で、最低気温は摂氏0度である。しかし、 最低気温の記録は2004年2月13日に破られた。この日、マヒル引く、摂氏1度に達したのである。ハニアは、ギリシャ人が、シドニアとも、ギリシャ語でマルメロを意味すると呼んだ、ミノア文明の定住地のあった場所である。このミノア文明都市が、現在のハニアの下にあり、一部の有名な、考古学的な証拠となる出土品が、旧市街のカステリ地区から見つかっている。 この一帯は新石器時代から人が暮らしていた。死は、ミノア文明が終焉を迎えた後、古代ギリシャの重要な都市国家として、再び出現した。死は、ハニア湾からレフカ、オリ山地のふもとへ伸びる領土を持っていた。最初のギリシャ本土からの移住者の到来は、紀元前1100年頃のドーリア人による。キドニアは、アプテラ、ファラサルナ、ポリリニアといった、クレタ島の多都市国家と、 定期的に戦争状態となった。キドニアはホメロスのオデッセイに記載されるほど、キドニア人にとって十分な、ほ重要だった。紀元前69年、共和制ローマのコンスル、メテルスは、クレタ人を退け、キドニアを征服した。彼は死に独立した都市国家としての特権を授けた。キドニアは3世紀まで、自分たちで効果を鋳造できる権利を放置し続けた。 東ローマ帝国の元での原始キリスト教時代395年から824年と続くアラブ人による支配時代定住地がカニア、ジャニアと呼ばれていたことの記述が不十分である。東ローマ時代キリスト教が島中に伝播したがアラブ支配時代にはキリスト教徒は迫害され産地へと移った。961年に東ローマは死を奪還した。 1204年まで支配。ギリシャ人らは再び、アラブ人が侵攻するのを防ぐために、死の防衛を強力に進め、一体にあった古代ギリシャ時代の建物から資材を用いた。この時から、ハニアは、死教座となった。1204年の第四次十字軍がコンスタンティノープルを陥落させ、ギリシャ本土での東ローマ支配が衰えると、クレタ島は、 ボニファチオでモンフェラートへ与えられた。彼は逆に100マルク銀貨でベネツィア共和国へ島を売ることにした。1252年、ベネツィア人はクレタ人をどうにかして打ちまかしたが、1263年に競争相手のジェノバ共和国がクレタ人の支援を受け、マルタ博式の元氏を獲得した。この状態は1285年にベネツィアが奪還するまで続いた。 ハニアは地域のレクトル、行政監督職の将軍の所在地に選ばれ、肥沃な農業地帯の突出した貿易中心地として繁栄を極めた。ベネツィア支配は相対的に厳しく抑圧的だったが、ゆっくりと双方の関係は改善された。ベネツィアとの接触は、クレタ文化とベネツヤア文化との絡み合いを密接にしたが、クレタ人は自分たちのギリシャ正教会の伝統を、 失うことはなかった。市の名前はイタリア語で、ラカネア、LA カニアとなり、要塞設備は強化され、この時与えられたハニアの形態は、現在もま残っている。一方で、1453年に、東ローマ帝国が滅亡すると、多くの聖職者たちや芸術家らが、クレタ島へ逃れてきて、島でのギリシャ人の信仰と文化を一層強めた。東ローマ、ベネツヤ 古代イギリシャの文化要素が混ざり合った時代の後に、ハニアは続いた。市にある多くの重要な建物はこの時代に建てられ、知識的な活動、文筆、音楽、教育も奨励された。1645年、わずか二ヶ月の包囲戦に耐えられなかった、ハニアの城壁は、オスマン帝国に陥落させられた。トルコ人らは、キッサモスにあるニア修道院近くに上陸し、 略奪を働き火を放った。多くの死者、特にトルコ人の死者が包囲戦で生じた。トルコ人司令官は4万人以上という兵士を失ったことから本国へ召喚され処刑された。後、ほとんどの教会はモスクに転用され、死の富は持ち去られた。トルコ人は主に東のカステリ地区、スプランツヤ地区に居住した。 スプランツヤ地区のドミニコ会派の聖ニコラオス教会は、中央モスク、ハフィハーザミシーに変えられていたからである。トルコ人らは、キーウツクハッサンザミシーのような港にある新しい、モックも作った。公衆浴場、ハンマーム、イズミは、トルコの都市のような特徴であった。クレガ島のパシャは、ハニアに居住した。1821年、ギリシャは、 オスマン帝国に対し反旗を翻し、ハネアにおいてもギリシャ人とトルコ人の間に対立が起きた。どちらの側からも犠牲者が出て、その多くはキリスト教徒であった。キッサモス主教メルヒセデクデスポタキスは革命的な事件に参加したためにスプランツヤで公主刑に処され木に吊るされた。1878年が締結され、キリスト教徒は権利を与えられた。このために、 クレタ東在住のイスラーム教徒らがトルコへ移っていった。島に残ったトルコ人らは1922年のギリシャイコールトルコの住民交換によって島を去った。1898年、独立とギリシャ人が暮らす地域の統合に向けての最後の行動の間、列強はハニアを半自治国家の州都都市、ギリシャ王子ゲオルギオス、 ゲオルギオス一世の次男がクレ総督となってハニアに暮らした。この時代のクレタ島は独自の切手と通貨を発行していた。これは非常に重要な過渡期で、もはやオスマン帝国の隔絶した県ではなく、ハニアはさらに国際都市となり繁栄し、ヨーロッパからも東方からも影響を受けた文明の交差路としての役割を再獲得した。多くの重要な建物はこの時代に建てられ、 知識階級や芸術を愛好する階級が生まれ、地元有力者の新たな改造は、街の日々の生活に違った雰囲気をもたらした。ヘレパ地区は、この時代に作られた多くの優れた、新古典主義建築の大使館、領事館がある。しかし、クレタ島の真のゴールは、ギリシャとの再統合であり、エレフテリオス・ベニゼロスが、ゲオルギオス王子支配への定期的な反対を、繰り返した後にもたらされた。 1905年のテリッソス革命を含む対立の連続はゲオルギオス王子を退任させ高等弁務官のちギリシャ首相となるのクレタ等統治が始まったついに1908年ベニゼロスは列強の承認の下で革命政府の設立を成し遂げた1910年に行われたギリシャ首相選挙はクレタが1913年12月1日にギリシャと 統合する前の最後のステップなった。ギリシャの国旗がエレフテリオス・ベニゼロスと国王コンスタンティノス一世が出席した旧校のフィルカトリデでの式典において初めて掲げられた。ハニア近郊のモールニエス出身であるベニゼロスは1896年から1897年に起きたタイトルコ支配暴動の指導者だった。彼は後に ギリシャ首相となった偉大な政治家である。彼の墓は、ハニアを見下ろす丘の上にある。第二次世界大戦中、ハニアは、ナチスドイツの侵攻を受け、占領された。1941年のクレタ島の戦いで、イギリス軍はドイツ落下山部隊と対峙した。イギリスは、市の南にあるデサメに9を超えた場所に分隊を持っていた。これらの文体は発見された。 マレメ飛行場で兵器が尽きるまでドイツ軍に爆撃された。ゲオルギオス二世もハニア郊外のペリボリア村にある自身の別荘に滞在していたがエジプトへ逃れた。死の一部は爆撃され、反ドイツのレジスタンスに参加したために処刑されたり、投獄されるの割合が顕著であった。ハニアのユダヤ人コミュニティもドイツ占領時代に取り除かれた。彼らの多くは、 1944年にナチスドイツによって島から移送された。悲劇的なことにイギリスの魚雷がタナイス号を沈没させた。この船には戦前の島の共同体に属した捕らえられたユダヤ人が大勢乗っていた。幸運なことにハニアとクレタ島全体は大戦後のギリシャ内戦の壊滅的な結末から逃れられた。ハニア氏は1950年代に 通常のペースで、ゆっくりと成長を遂げ、内戦の結果国が左派となった困難を克服しようとしていた。1970年代、クレタ島は、ギリシャ人と外国人観光客の主要観光地となった。観光業の成長は、市の経済へ突出した後を使用し、日々の生活と地元住民の文化全般に影響を及ぼした。1971年、 クレタ島の州都はヘラクリオンへ移された。ハニアは二つの地区に分けられる。旧市街と大きな新市街である。旧市街は旧港の隣にあり、都市圏全体が成長している周辺の母体である。1538年に建設が始められた古いベネツィアの要塞施設によって囲まれてきた。これらは東部と西部が現存する。南から旧市街は新しくなり続け、北は 海と接する。新市街の中心は旧市街の隣に伸び、特に南へ向かっている。第二次世界大戦で激しい爆撃を受けたにもかかわらず、ハニアの旧市街はクレタ島で最も美しい都会の地区とみなされている。特にベネツィア時代の崩れかけた港である。旧市街の境界はほとんど破壊された古いベネツィア時代の死壁である防壁。ここは、 この地域で成長したすべての文明のゆりかごであった。旧市街の中央部分はカステリと呼ばれ、新石器時代から人が定住した。海岸通りは小さな丘の右隣にあり、南高不落の位置にある定住地はいつも理想の場所であった。この場所の隣が港で、南には近接して肥沃な谷があった。現在、地区の西部分の近隣地区よりもわずかに静かである。 スプランツヤ地区、カステリ地区の東隣も大方が手つかずで、非常に雰囲気がある。悲しいことに、市の将来の成長のための計画は今考慮中である。旧市街の主要広場、カステリ地区の西隣は、エレフテリオス・ベニゼロス広場である。地区における観光活動の心臓部である。この隣には、トパナス地区があり、オスマン帝国占領時代に、市のキリスト教徒居住区であった。 ベネツィアの武器保管庫からトッパナスの名が発生したトルコ語ではトップハネユダヤ人地区エウライキエベライキーまたはアブライキーは旧市街の北西にあり港を背後にしトッパナス地区との境界が含まれているトッパナス地区全体は総じて非常に絵になり多くの狭い工事ホテルやレストランなど店舗に改装されている古く魅力的な建物があるここは活発で 色彩にあふれた場所で、特に4月から10月の温暖な時期がそうである。冬、ナイトライフなどの活動が続いているが、さらに静けさと雰囲気を醸し出す。旧市街の非常に特色ある場所は、港自体と一般に海岸通り、奥地である。アクティトムパジ、奥チトンパジ、アクティコントリオと、奥チコーントリオと、アクティエノセオス、奥チエナチオス。 マリーナ、これらにはいくつかの歴史的建造物と盛んなナイトライフがある。旧市街と新市街とをつなぐ主要な通りはハリドン通りである。カステリ地区、スプランツェア地区、トパナス地区とユダヤ人地区、港、ハリドン通り、その他、ハニアの新市街では多くの地元住民が生活し働いている。旧市街より伝統的な印象は薄れるが、 今も歴史的関心を引く美しい地区である。新市街の最古の地区は18世紀初頭に作られたネアホラニュータウンの意味である。これは旧市街の生誕の先である。現在も成長する地区だが非常に美しい地区でもあり、狭い古い路地が小さな漁港へと繋がっている。同時期にハレパ地区は市の東部へ伸び始め地元貴族のための住宅地となった。 地区の一部の歴史的建造物、外国がハニアに置いた旧大使館も含むは20世紀に破壊されたか、打ち捨てられたままだった。最近、残った建造物に対し修繕を施そうという関心が見られている。地区にある、その他の歴史的建造物は、エレフテリオス・ベニゼロステー、1876年から1880年建設、旧フランス人学校。 現在、クレタ技術大学が所有、アギアマグダリニ教会、1901年から1903年、クレタ総督宮殿、1882年建設、クレタ総督、ゲオルギオス王子が暮らした、エヴァンゲリストリア教会、1908年から1923年、である。ハレパのマリーナ地区の一部が、タバカリアと呼ばれ、古い性格業者のユニークな建築複合物がある。 コームカピ、最初ベネツヤ人たちは、砂の門を意味するサッピオナーラと呼んだ。ギリシャ語で訳すと、コームカピとなるは、旧市街の東部にある慈壁の先にある。これは、慈壁の外に定住した初めての場所である。最初、ここは、オスマン帝国領時代の終わりに実際移り住んだ北、アフリカ出身のベドウィン集団、ハリコテス、ハリコウッズの住居だった。現在、 この場所には多くの流行に乗ったカフェ、バー、レストランが絵になる砂浜を前に並び、成長著しい場所である。町の現代部分の古い地区であると以前は、名前が挙げられていた場所を離れれば、20世紀の間に数カ所の新たな住宅地、アギオス・ヨアニス、コームベス、レンタリアナなどが成長した。市の中心部の一部、最大ではないわ。 色彩豊かな中程度の高さの建物が占め、1950年代から1970年代の典型的なギリシャの都市化時代の様相である。しかし、美しい新古典主義建築の建物が一部、ハニアンの東地区、中心部を取り巻く近郊にあり、絵のように美しい。中心地区の設計は、非常に優れ、良質の公園とスポーツのグラウンド、ベニゼロススタジアム、 水泳プールがある。屋内市場アゴラは、マルセイユの市場を元にした大規模な建物で、旧市街の一角を占め、地元住民と観光客に人気がある。新興の都市区域は裁判所、ディーコスティーリア、19世紀後半完成、私立の庭園、キーポス、1870年、庭園の時計塔、ロルイ、1924年から1927年建設、主教邸宅、 ディスパティコ、19世紀初頭建設、マノーソスコーンドーロスの家、1909年建設、文化センター、ウベマティコケントロがある。ハニア中心部最大の広場は、市場広場、アゴラ、裁判所広場、1866年広場である。最近20年間で、ハニア住民が郊外へ出る、傾向、同様に主として、 アクロティリ半島など発展途上の場所へ流出する動きが見られた。長い歴史を持つハニアは非常に豊富な文化的背景がある。夏季になると多種の文化行事が毎日のように開催される。演劇、コンサート、展示がギリシャ内外の芸術家を招いて行われる。フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデンが領事館を開設している。ハニアは伝統的な クレタ島の魅力を持つ家族向きの町である。家族的な雰囲気が深まるのは陶器で、大学生が町の雰囲気をゆっくりと変えてゆく。4月後半から10月上旬までの夏季、ギリシャ本土、ギリシャ内外からの観光客が集まり町はさらに国際的になる。料理もクレタ伝統料理を出す食べるなから外国料理を出すレストランまで選択肢が増える。これらは旧市街、 ネアホラ、コウムカピ、海岸地域に集中する。おびただしい数のバー、カフェが、崖をくりぬいた中や年数を減ったベネツィア時代の建物内にあり、ジャズ、インディーミュージック、ギリシャ伝統音楽などが楽しめる。コウムカピ地域はここ10年間ほどで急速に成長し、今日は流行の中心となるカフェやレストランが集まっている。ギリシャ人割合、地元も観光客も、が、 旧市街よりもさらに高く、雰囲気はさらに国際的である。ウォータースポーツがハニアで非常に盛んで、特に地元の水球チーム、ノーチカルクラブオブチャニア、NOX はギリシャ国内チャンピオンにもなった競合である。NOX 所属の選手がギリシャナショナルチームでプレーすることもある。サッカーとバスケットボールは非常に盛んであるが、 成功を収めるまでには至っていない。その他にはテニスと卓球、チェスが挙げられる。上記に挙げられたスポーツ種目の多くが1935年完成のハニア国立スタジアムイーベニゼロス夫人エレナの財政援助で建てられたで練習をしている。ネアホラにはウォータースポーツ用屋外プール、アクロキリには屋内プールがある。バスケットボール、 バレーボール用の屋内スタジアムが2005年に、ネアホラに完成した。山登り、山歩きのクラブも、非常に盛んである、クリークマウンタニリングクラブオブチャニア、EOS チャニオン。ハニアの二大収入源は、農業と観光業である。市民の大部分、農業を制御としていなくてもが大きくて10アールほどの農地で、オリーブの木や、柑橘類を育てている。 その他にワイン、アボカドなどが重要な生産品である。伝統的な栽培法から切り離され、生産品の一部は有機食品を奨励するため新たな方法に集中されている。農業団体ザ・オーガニゼーション・オブ・ザ・アグリカルチュラル・オーガストは、1999年より、ハニア県によって組織された活動の一環を含む、 地元の良質な産物を奨励する試みを行っていて成功を収めている。一方、観光業は1970年代初頭に始まり、過去10年間に急速に成長した。今日の第三次産業は地元にとってますます重要になってきており、特にビジネスの数が増加している。アグロツーリズムとエコツーリズムは最近成長が著しい観光の形態である。 第2産業の一部は、農産物の加工、放送に焦点が合わせられている製品の一部は、中東へ輸出される。また、農業生産を支援する、工業製品の生産も行われている。ハニアから 7km 離れたソーダは、ピレウスとのフェリー定期便があり、ナト o の基地もある、アネクラインズとフェリースケジュールズ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。